なところでお会いするなんて奇遇ですね。何を見ているんですか？私のこの衣装？その、変でしょうか？あれ、もう朝ですか？お化けはまだ寝てる時間だから、起きなくても大丈夫なんです。お母さんとパンプキンプリンを作ってみました。かぼちゃの皮で作ったコウモリも乗せてありますよ。お昼のデザートにお一つどうですか？この時間の商店街は不思議な空間ですね。お買い物に来たお客さんと、お菓子をもらいに来たお化け。なんだか夢と現実が混ざったみたいです。ちょっと換気しませんか？窓を開けますね。ちょっと寒いですけど、風が気持ちいいですね。時間ですね。さあ、出かけましょう。ちゃんと私の後についてきてくださいね。一人でお菓子をもらいに回るのは不安ですから。果てなしのミラーズに、これから？わかりました。私も行きます。ただ、着替えてからでもいいですか？この衣装、すごく大切なので。ハロウィンのテーマカラーには意味があるんです。オレンジが秋の収穫、黒が冬の長い夜を示しているんですよ。ご近所のラーメン屋さんも今はハロウィン仕様らしいんです。目玉みたいな味付き卵とか、血液スープとか、想像したら怖いですね。これですか？魔法使いの帽子をイメージしたしおりです。帽子の先端を、こうやって、あら、ページの端に引っ掛けて使うんですよ。ハロウィンがテーマの本といえば、パンプキンパイはどこへ消えた？私にとってのパイは何なのか、読後に考えさせられました。皆さんのハロウィン衣装を紹介すると、アキラさんはミコさん、メイユイさんは教師、ナナカさんは吸血鬼で、皆さんと写真も撮りました。カエデちゃんにカボチャをもらったので、ジャックオーランタンを作ろうと思います。作り方は、本で読んだので、大丈夫です。多分。この衣装を作るとき、デザインのアイデアがまとまらなくて困ってたんです。助けてくれたまどかさんたちには、本当に感謝しかありません。フェリシアちゃんもアヤメちゃんも落ち着いて、その衣装それ以上引っ張ったら破けて牛さんがもうもう泣いちゃうよ。トリックオアトリート。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃいますよ。でもそのいたずらは苦手なので、お菓子